パーソンズ美術大学パーソンズ美術大学パーソンズスクールオブデザインはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市にあるアートとデザインの私立専門大学である一般にはパーソンズパーソンズまたはパーソンズスクールオブデザインパーソンズスクールオブデザインとして知られているマンハッタンクグリニッチビレッジに位置する同大学はマーク・ジェイコブスアレキサンダー・ワン ダナキャラン、トム・フォード、スティーブン・マイゼル、アナ・スイ、ポール・ランド、ナルシソ・ロドリゲス、ジョエル・シュマッカー、ジャスパー・ジョーンズ、ジュディ・マール、ノーマン・ドック・ウェルなど数多くの著名アーティストやデザイナーを出してきた。パーソンズは世界中で放送されているリアリティ番組のであるプロジェクト・ランウェイの舞台となり多くの注目を浴びる。1896年創立。 1970年、ニュースクール大学、ザニュースクールの参加に入った。イギリス・ロンドンのセントラル・セント・マーチンズ・カレッジ呼ぶ、アートデザイン、ベルギー・アントワープの、アントウェルペン王立芸術学院と並んで、ファッション分野で著名な世界三大スクールに数えられる。約3800人の大学生と400人以上の大学院生が在籍。 127名の専任教授に加え、1056名の非常勤講師が教弁を取り、その多くがニューヨークで活躍するアーティストや、各業界のプロフェッショナである。生徒、講師の割合は、9、1である。1992年にパーソンズとの提携により、石川県金沢市に記事パーソンズが設立されるが、現在は募集停止している。現在、 日本のバンタンデザイン研究所、東京都、ドミニカ共和国の LAA、エスキーラでジセンソアットアルトスで使用版と提携しており、これらの提携校はパーソンズの哲学と教育システムを導入している。バンタンデザイン研究所の運営する単位互換プログラムを日本で受講することにより、その後パーソンズにて最短1年間の留学で学位プログラム OS を修了し、卒業できる。 また、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、アイスランド、オーストラリア、ウルグアイの学校と交換プログラムの関係を結んでおり、世界中から留学生を受け入れている。1896年に、アメリカの印象派画家、ウィリアム・メリット・チェイスにより、当初チェイス・スクールという名前で創立された。当時チェイスは、アート・スチューデンツ・リーグ・オブ・ニューヨークから離脱した。 さらなる芸術の自由を求める革新的なアーティストのグループを率いていた。後の初期アメリカンモダニズムの若き才能のマースデン、ハルトリーやエドワード・ホッパーなどもチェイスの下で学んだ。創立から2年後の1898年にチェイススクールからニューヨークスクール・オブ・アートへと名称を変更した。1904年、フランク・アルバ・パーソンズがチェイスのグループに参加。 その6年後には、同スクールの学長に就任する。パーソンズは、産業革命の新しい波を期待しつつ、遅かれ早かれアートデザインはこの工業化の大きなうねりの中に飲み込まれてしまうだろうと予感していた。この彼の未来を見据えたビジョンは、アメリカで最初のファッションデザイン、インテリアデザイン、アドバタイジング、グラフィックデザインの学科プログラムを生んだ。1909年、 このビジョンに呼応するように、ニューヨークスクールアフィンアプライドアート、アプライドアートとは直訳すると、アートを応用した、つまりデザインと名称を変更した。1911年には唯一のディレクターに就任し、彼が亡くなる1930年まで続いた。アートとは、限られた人、才能ある人、天才、金持ち、または、教会のために存在するのではない。 産業とは国民の生活であり、アートは美の表現形態であり、またインダストリアルアートとは国の芸術の祖先となる存在であるとパーソンズは語っている。日用品の中に美を求めた彼の追求はモダンデザインというコンセプトを生んだ。彼の死後、この理念に基づいた世界の産業へのアートの関わりの新潮流を見据えたビジュアルアート教育の方向性を決めた。 パーソンズの功績を称えて、1936年学校名をパーソンズスクール・オブ・デザインと改めた。パーソンズの芸術の一般社会への応用という理念を世界へ広めるため、1921年にパリに文校を設立した。そして、現在パーソンズはヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカなど世界中にパートナースクールを持ち、 パーソンズ制の幅広い世界への進出を後押ししています。1970年、パーソンズは先進的な考えを持った機関としてよく知られたニュースクール大学の参加に入った。パーソンズは創立当初からその理論と実践のギャップを埋めるための一般的な大学教育の枠にとらわれない教育に力を入れてきた。そして、 2008年にパーソンズは5つのスクールに再編成され、今日の複雑な問題にあらゆる側面からアプローチできるようにするために、学部や学科という枠を超えたコラボレーションに取り組むうになる。この学部間を超えた教育の考えによって、教授も含め学生に現代の世界的な経済や文化の変化に対応できるような力をつける場を提供しています。 大学スケジュールは秋学期と春学期の2学期制。秋学期は8月下旬から12月中旬まであり、その後12月下旬から1月中旬まで休み。春学期は1月の第3週目から5月中旬まで、その後秋学期が始まるまで約3ヶ月の夏休みがある。平均的な生徒、1学期に6クラス、16から18単位で、 およそ週20から30時間のクラスに加えて、同時間程度の準備時間が必要。通常の出席と授業参加も重要であるが、特に課題の公表会や重要なセミナーは、事前準備とディスカッションへの参加が必須。クラスによって違いはあるが、1コマ2時間40分の授業時間で、ネイティブの学生でも最低同じ時間の予習し、授業に挑むのが普通である。 留学生に至っては2から3倍の予習復習時間が必要である。世界中から留学生を積極的に受け入れているため、英語を母国語としない入学希望者へのサポートも充実している。通常、バチェラー S ニグリーとマスター S ニグリーではトフライト92点以上、アソシエート S ニグリーではトフライト79点以上が条件であるが、 ニュースクール大学の運営する s、R、d のバチェラーと、マスターではレベル6、アソシエートではレベル5を終了すれば、トーフルスコアは免除さる。フュージョンファッションショー。2000年から始まった FIT とパーソンズ美術大学のファッションデザイン学科生の大学対抗ランウェイ対決。出場者は1年生か2年生に限られ、モデルも全て学生ボランティアで実施されている。 審査員は、両校からベストデザイナーを選出し、そして最終的には1名の最優秀デザイナーを選び勝敗を決する。ベストデザイナーに選出されれば、賞金として、奨学金を現金で獲得できる。パーソンズファッションベネフィット、パーソンズ毎年恒例のファッションベネフィット、ファッションショーとは、奨学金や大学運営のための資金集めを目的としたイベントである。 このイベントのハイライトは、ブファのファッションデザイン学科主席卒業生の卒業コレクションのランウェイショーである。過去の主席卒業生には、マーク・ジェイコブス、プロエンザ・スクーラーのラスロー・ハーナンデスとジャック・マッカーラなどがいる。このイベントは、60年以上の歴史がある、パーソンズ大学の伝統行事である。大学院プログラム、MFA、マスター・オブ・ファインアーツ、MA、 マスター・オブ・アーツなど建築、デザイン・スタディ、ファッション・デザインソサイティ、純粋芸術、インテリア・デザイン、照明・デザイン、フォトグラフィー、など。二年生大学プログラム、オス、アソシエイトインアプライドサイエンスファッション・デザイン、ファッション・マーケティング、グラフィック・デザイン、インテリア・デザイン。四年生大学プログラム、部派、バチェラーオブ、ファインアーツ、BA。 バチェラー・オブ・アーツなど建築、コミュニケーションデザイン、ファッションデザイン、イラストレーション、プロダクトデザイン、純粋芸術、など。ファッションデザイン、ファイン・アート、グラフィックデザイン、イラストレーション、フォトグラフィ、英語版、ウィキペディアのパーソンズ卒業生ページ。将来アートやデザインなど、クリエイティブ分野への進学を目指す16歳以上の英国人を呼び、 世界各国の学生を対象とする世界唯一の芸術専科の寄宿制、ボーリングスクール、インターナショナルスールで2009年欧州最大の芸術大学であるロンドン芸術大学、ユニバーシティ・オブ・ザ・アーツ・ロンドンの付属校として設立。パーソンズ美術大学との親交が深く、いつかから毎年パーソンズに進学をしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。